もし真田昌幸が大阪の陣に加わっていたら。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は、もし真田昌幸が大阪の陣に加わっていたらについて紹介していこうと思います。戦国きっての戦術家として表裏卑怯のものと呼ばれた真田昌幸ですが、別に卑怯な振る舞いを見せたわけではありません。その老獪な軍略と神出鬼没な戦いぶりから当時でも名高い存在だったといいます。史実では関ヶ原の戦いが終わった後、寂しく紀州九度山で亡くなるのですが、もし昌幸が大阪の陣に加わっていたならどんな展開を見せたのでしょうか。今回はおなじみイフストーリーで昌幸の戦いぶりを描きたいと思います。さあ、昌幸対徳川の最終決戦が始まります。世捨て人同然だった真田不死。慶長5年1600年、真田昌幸信繁不死は第二次上田城の戦いで果敢な抵抗を見せ、中山道を進んできた徳川秀忠の大軍を足止めしました。いわば西軍随一の戦功を挙げたわけですが、関ヶ原での本戦で西軍が敗れたことで敗軍の将となってしまいます。次男信行が必死に除名嘆願したこともあり、死罪こそ免れますが、昌幸は信繁ともども紀州九度山へ蟄居を余儀なくされました。真田家と浅野家から援助があるものの、家族や家臣を養うのは苦労しますし、何より気苦労が絶えなかったのは武士の付き合いだったといいます。九度山へ移ってしばらく経った後、昌幸はまたかといった顔でため息をつきました。なんじゃ、また進物が届いただと。お気遣いは無用だと申したのに。ですが父上、これも武家の習い、お心遣いを無下にはできますまい。信繁が諭すように言いますが、なおも昌幸はため息をついてばかり。節句ごとに進物を送られても困る。こちらも返さねばならぬが、何より台所が苦しいのは存じておろう。これではいくら真田紐を作っても追いつかぬ。確かにこれではまた兄上に無心をせねばなりますまい。真田不死は世捨て人同然といってもやはり武士でした。徳川を相手に二度も名を挙げた昌幸を慕い、諸大名からの進物が季節ごとに届けられるのです。しかし経済的に苦しい真田不死にとって、返礼品を送るのも難儀な問題でした。そこで生活費や交際費の足りなくなった分を信行に無心し、なんとかやりくりしていたのです。また進物をあからさまに断るわけにもいきません。大名の身分で亡くなったとはいえ、お付き合いを欠かさないのが武家の流儀です。そこが譲れない最後のアイデンティティだったのでしょう。しかし信行からの援助だけでは足りず、金貸しからも借金を重ねる始末でした。ああ、このまま借金にまみれながら死んでいくのか。真田不死は日々の退屈な生活以上に暗い未来を悲観していたのかもしれません。豊臣家から大阪入城の誘いが。その時昌幸は、史実における昌幸は慶長16年1611年に65歳で亡くなりますが、ここからイフストーリーを展開していきましょう。10年余り続いた蟄居生活で昌幸は心身ともに衰えていきますが、まだ希望を捨ててはいませんでした。信行を通じて赦免運動は続いていましたし、国元の家臣たちとも交流があり、様々な情報が伝えられていたからです。しかし昌幸の関心事は別のところにありました。それは豊臣と徳川を取り巻く雲行きが怪しくなってきたこと。戦国の生き残りである昌幸は鋭い嗅覚で戦乱の匂いを嗅ぎつけたのかもしれません。源次郎、どうやら家康はわしを許すつもりなど毛頭ないようじゃ。だがいずれ好機がやってこよう。その心づもりをいたしておくように。昌幸はことあるごとに語るようになりました。信繁はそんな父を見て、このところ少し若返ったのではと思うのです。やがて宝光寺の照明事件が起こり、家老の片桐勝元が大阪城から脱し、にわかに世情が騒がしくなってきます。
そして慶長19年1614年春、九度山にいる真田伏のもとへ豊臣秀頼からの使者が訪ねてきました。使者を引見した正行にはうすうす分かっています。豊臣家に味方する誘いであることを。使者の口上を一通り聞いた後、正行は肝心なことを尋ねました。して支度金はいかほど用立ててもらえるのか。すると使者は居住まいを正して述べました。阿波の神様並びに左衛門の助様には金400枚銀50貫を進呈いたしまする。その瞬間、正行と信繁は思わず身を乗り出します。その金額は現在の価値で言えば15億円以上。嬉しい悲鳴を上げそうになった正行は態度を悟られまいと冷静に振る舞います。さても寺社復興のために金銀を湯水のように使っていると聞いていたが、さすが亡き太閤殿下のご意向じゃな。こうして真田伏はかさんだ借金を返済し、武具の調達も支度金から賄います。それでも金を使い切れないほどでした。また密かに同調する武士を呼び集め、着々と戦支度を進めていきます。しかし九度山を脱出するには困難が伴いました。なぜなら風雲急を告げる時期でもあり、紀州を治める浅野家もかなり警戒しているでしょう。大阪城入城が迫ったある日、信繁は父に尋ねました。父上、地元衆は15年近くも付き合ってきた間柄です。おそらく見て見ぬふりをしてくれるでしょう。しかし大和や河内へ通じる街道は塞がれているはず、いかがいたしましょう。しばらく考えた正行は重い口を開きました。さよう、君峠には浅野家、さらには大和へ通じる伊勢街道も松倉家によって塞がれておろう。ならば感動を使い蔵王峠を越えて滝畑を目指す。現在では和歌山県葛城町から堺葛城線が走っていますが、昼なお暗い峠道として有名です。また斜度も急で落石の恐れもありました。この県道をあえて突っ切ろうというのです。その年の秋が深まった頃、正行と信繁たちは九度山を脱しました。総勢300人ほどの集団ですから、目立たないよう3陣に分けて出発します。難所の多い峠道でしたが、どうにか見つからずに踏破しました。そして蔵王峠や滝畑を越えた一行は河内へ入り、ようやく大阪へたどり着いたのです。正行乾坤一擲の作戦とは。さて、大阪城の平野口から入城した真田伏は豊臣家の家裁王の春長に出迎えられます。また正行の来着を知った浪人衆は途端に色めき立ちました。あの阿波の神が生きていたのか。徳川を二度までも破ったお方、これは百人力じゃ。そんな会話が飛び交い、城内をさらに活気づけました。一方、駿府を出陣して浜松城にいた家康は京都諸子大板倉勝重からの急死で事実を知ります。真田阿波の神が大阪城へ入っただと、間違いないのだな。念を押す家康ですが、内心まずいことになったと思いました。正行ほどの名声があれば、烏合の衆である浪人たちをまとめてしまう可能性があったからです。一方、幕府軍に加わる諸大名の多くは代替わりしており、実戦を知る者はあまりにも少ない。家康は不満を払拭するかのようにつぶやきます。我らは公儀の大軍ゆえ、万に一つも負けることはあるまいと。さて、大阪城内では今後の作戦方針をめぐり、秀頼を交えた軍議が開かれます。正行は総大将を求められますが、老いぼれでは似合わぬ、総大将は右府頼秀様こそふさわしいとして固辞。あくまで軍官として加わっていました。軍議では王の春長が籠城を主張するのに対し、浪人衆は積極的に打って出ることを唱えます。しかし意思統一はできずに紛糾するばかり。すると秀頼が正行に尋ねます。阿波の神の考えを聞きたいと。すると正行は秀頼に向き直り、こう進言しました。まずは京の板倉伊賀の神を追い出し、瀬田と宇治を固めまする。
ここで東からの敵を足止めいたしましょう。ところが王の春長が口を挟んできます。しかし自称の玄山美頼政、重栄の基礎家じゃ、上級の宮方ともに宇治の橋を守る者はことごとく敗れております。やはり守りきれぬものではございますまい。正幸は春長を睨みつけると、黙れ青二歳がと一喝しました。さらに、よいか、戦とは勝つためにやるのだ。城にこもっても勝機は見出せまい。まあ時と場合によるがな、と続けます。これを聞いた後藤又兵衛が、東からの敵を抑えるのは分かり申した。しかし西国からも大軍がやってきましょう。背後の敵はどうされるおつもりか、と聞くと、正幸はすかさず答えました。又兵衛殿の武勇に頼み参らせるほかあるまい。我がせがれと共に西国勢を抑えてもらいたい。少し考えた又兵衛が再び問い直します。軍勢はいかほどで。ざっと3万。正幸の言葉を受けて又兵衛は驚きました。おそらく西国からやってくる敵は6万を下らないでしょう。正幸はさらに付け加えました。おお、そうだ、紀州街道から浅野勢もやってこよう。そちらの手当ても頼む。こうなると又兵衛は開いた口が塞がりません。できるだけのことはやりまするが、というのがやっとでした。しかし正幸には分かっています。家康、秀忠率いる大軍を抑えている以上、西国勢が単独で戦いを仕掛けることはないと踏んでいました。世が平穏になりつつある今、好き好んで血を流したい大名がいるはずもありません。やがて秀頼も積極策に同調し、正幸の作戦は現実のものとなるのです。また正幸はなぜか畿内一帯の米を買い占めさせました。兵糧は十分といぶかしがる春長に対し、豊臣の財力があれば買い占められよう、今にわかると言ったのみです。軍議の後、正幸は信繁にそっとささやきます。城の守りを固めよう。そうさな、南の守りが薄いゆえ出丸を築くがよい。この正幸の言葉は何を意味するものでしょうか。そして豊臣対徳川の決戦は目前に迫っていたのです。史上最大の持久戦、宇治川の戦い。豊臣軍が京都と伏見を占領した後、正幸は瀬田の唐橋を焼き落とし、そこに1万ばかりの軍勢を置きました。さらに宇治川に架かる橋も破壊して防備を固め、本軍5万を配置させています。上流の瀬田に比べて宇治周辺は川幅が狭く、しかも交通の要衝だったため、幕府軍は必ず宇治川を渡ってくると予想していたからです。また宇治川北岸に陣を敷くだけでなく、向島城や廃城となっていた牧島に砦を築いて兵を入れました。これは西から迂回してくる敵を牽制するためです。当時宇治の西には小倉池という巨大な湖があったため、まさに宇治川は大軍を迎え撃つには格好の地形だったと言えるでしょう。一方幕府軍は進軍を続けて近江へ進出し、各地から馳せ集まってくる諸大名を糾合していきます。やがて十数万の大軍に膨れ上がると、正幸の予想通り宇治方面へと移動していきました。こうして宇治川を挟んで両軍が対峙しますが、狭いといっても川幅は200メートルもあります。鉄砲が届く距離ではなく、まず初戦は古き時代のような遠野から始まりました。遠野とは矢の行角を上げて遠くを射るようにする技法で、軽く500メートルは飛んでいったとか。双方ともに矢を追いかけ終えると、まず幕府軍のうち上杉隊と佐竹隊が動き出して一斉に渡河を始めます。彼らは外様である以上、家康の目の前で先行を上げたい意図がありました。ところが冬場で水量は少ないとはいえ、流れは急です。正幸はあらかじめ川底に大量の亀を沈めており、足を取られて転倒する兵が続出しました。やがて川の中ほどまで来た幕府軍に対し、大量の銃弾が浴びせられます。兵がバタバタ倒れ、川の水はあっという間に赤く染まりました。
すさまじい銃撃を受けた上杉佐竹隊は混乱し、山を乱して敗走していきます。次に川を渡ろうとしたのが松平忠直隊と井伊直孝隊でした。やはり急な流れでうまく進めないところを銃撃され、おびただしい犠牲を出しながら撃退されていきます。一方、本陣にいた正幸はとても老人とは思えない快活ぶりで、まったくひよっこどもめ、ことごとく手に乗り寄るわと言いつつ眺めていました。敵はこちらの3倍という大軍ですが、地の利を生かした巧みな戦術で寄せつけません。幕府軍も容易に渡河ができず、とうとう持久態勢に入ったのです。やがて戦いが膠着して、幾日かが経過した頃、正幸は大野晴房と伴團右衛門の部隊3000を密かに牧島砦へ移動させました。そして、そろそろこちらから地層してやろうぞとばかりに夜襲をかけさせたのです。牧島は宇治川の中洲にあたりますが、夜陰に乗じて対岸へ渡った部隊は一斉に時の声を上げて幕府軍に殺到しました。警戒を怠っていた幕府軍は大混乱をきたし、同士討ちをする者まで現れる始末。さすがに崩壊こそしなかったものの、大きな心理的プレッシャーを与える結果となったのです。夜襲部隊が去った後、そこには大量の木札が落ちていて、そこには我こそは夜討ちの大将伴團右衛門なりと書かれていました。一方、西を守る後藤又兵衛と真田信繁は西国勢と対峙しています。ところが淀川を挟んではいるものの、一向に攻めかかってくる様子がありません。本軍を待っているのか。そう気づいた又兵衛と信繁はしっかりと陣を固めています。また紀州街道から北上してきた浅野勢も天ヶ茶屋付近にとどまったまま動きを止めたのです。こうして東西両戦線とも不思議な静寂が包み込んでいました。大阪籠城戦、正幸の策とは。宇治川を挟んだ大陣が2週間ほど経った頃、正幸はそろそろ頃合いかのうというと、なぜか全軍の撤退を命じます。諸将は驚き呆れ、なぜ下がるのです、我らは勝っておりますぞと矢継ぎ早に抗議しました。しかし正幸の態度はどこ吹く風、まるで規定路線だと言わんばかりに慌てる素振りもありません。これから大阪城へ戻るが、少しずつ下がるように、敵に蹴取られぬようになというのみでした。正幸が考えていたのは、宇治川の要害を生かして自給しつつ地対戦術に出ることだったのです。少しずつゆっくりと幕府軍を引き込んでいくつもりでした。ただ歴戦の強者である明石武範だけはその意図に気づきます。さても房州殿のお手並みはさすがとしか言いようがないと述べ、感服しきりでした。やがて諸将が三々五々退いてくると、ようやくその意図を理解します。そうか、敵を宇治川に釘付けにして長期戦に持ち込み疲弊させることが目的だったのかと。ところが正幸はさらにその先まで考えていました。幕府軍に参加する諸大名はおそらく国元から武具兵糧を自前で持ち出しのはず。兵糧が尽きるのは意外に早いだろうと考えました。だからこそ調達を妨害するべく機内一帯の米を買い占めさせたのです。とはいえ、抗議の大軍を参集させた家康、秀忠にもプライドはあります。兵糧が乏しいからといって撤退するのは沽券に関わりますし、何より豊臣を討つ好機は今しかありません。兵糧のことは度外視して追撃するのは今だと決意しました。豊臣方の守りが崩れた、追い打ちをかけるのは今ぞ。下知に従って幕府軍は続々と進撃していきます。しかしこれも正幸の考えのうちでした。豊臣軍が撤退するタイミングを計算した上で、なんと淀川の堤を切ったのです。高槻のあたりから溢れ出た川水は氾濫し、やがて大阪城の北東方面を水浸しにしました。まさに乾坤一擲の洪水作戦だったのです。こうなると幕府軍も追撃を断念せざるを得ません。
包みを補修した上で水が引くまで待つ以外にありませんでした。そうしているうちにも兵糧は減っていき、大阪城を包囲する頃には危機的状況に陥っていたのです。包囲された方より包囲した方がピンチとはおかしな話ですが、食うものがなければ戦うこともおぼつきません。一方、大阪城内には大量の兵糧が集積されており、城兵たちは寄せ手に対してことさらに飲み食いする姿を見せつけます。これも正幸の指示でした。敵をイラつかせ挑発し、戦意の喪失を狙ったのです。幕府軍の所掌は早く決着をつけねば、このままでは自利品になると焦りました。そして大阪城に対して無謀な突撃を繰り返すのです。比較的防備が薄い南側が狙われますが、そこには信繁が築いた堅固な出丸がありました。そう、真田丸です。松平、前田、伊達、飯良の部隊が取り付きますが、激しい銃撃にあって近づくことすらできません。多大な損害を出しつつ、攻撃は跳ね返されてしまいました。また他の攻め口でも幕府軍の攻撃は停滞し、士気が徐々に下がっていきます。さらに追い打ちをかけたのが冬の寒さでした。小屋掛けした陣では寒さをしのげず、一部の将兵が逃亡するほどのありさまです。こうした中、家康も手をこまねいていたわけではありません。大阪城の北にある備前島に大砲を据え付け、連日のように天守を狙わせました。確かに天守は見る影もなく損壊したものの、豊臣方は決して音を上げません。なぜなら正幸が強硬に講和交渉に反対し、淀殿の声すら遮ってしまったからです。和睦はまだ早うございます、どうか耐えてくださいますようにと。膠着した戦況の中、ついに幕府軍で異変が起こります。城を包囲してから1ヶ月後、家康が陣中で倒れてしまったのです。老齢に加えて冬の寒さが応えたことによる肺炎でした。家康の病は重くなっていき、やがて意識も混濁していきます。そして秀忠を呼び寄せるとこう言いました。もはや戦いの趨勢は決したようじゃ。ここは豊臣方と和睦を結ぶ以外になかろうと。ここから講和交渉が始まりますが、豊臣方の条件提示は高圧的なものでした。大阪城は豊臣家のものとし、浪人衆を召し抱えて家臣とすること、摂家戦のほか数カ国を豊臣家の位理地とし、相応の兵を置くこと、今後幕府は武力を用いることがないよう制章を差し出すこと、秀頼を関白とすること、ここには大阪城の総堀を埋めることも浪人衆を召し放つことも書かれていません。すべてが豊臣家にとって有利な条件でした。追い込まれているのは幕府側の方ですから、当然の成り行きでしょう。もちろん主従の条件に正幸の意見が反映されたことは言うまでもありません。紆余曲折を経て豊臣と徳川の和睦がなったその日、くしくも家康はこの世を去りました。一方、摂津、河内、泉のほか大和、紀伊、山城を加えた豊臣家の威勢は増しています。また秀頼が関白に就任したことにより、立場の上では秀忠を凌駕する形となったのです。さて、徳川と豊臣との対決はこれで終わったのか、それともリベンジマッチがあるのか、そこまでは予想できませんが、もしイフの世界で真田昌幸が生きていたなら、きっと卓越した手腕で幕府軍を翻弄したことでしょう。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あと、こちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。